自粛期間は何をしてましたか？自粛期間中は1年生でオンラインのトレーニングや先輩方が自主トレーニングなどの時間を作ってくださったので、それらをしてました。また各自で壁当てなどにも行ってました。自粛期間が明けたらどのように頑張っていきたいですか？自粛期間が明けてこれから練習も始まって、1年生試合やサマーなどの大会も近づいていくので、それらに向けてまずは基礎作りを始めていきたいなと思います。はい。じゃあリーグ戦の相手が決まりましたが、どのようにこれから頑張っていきたいですか？はい、リーグ戦が決まって1年生はまずあまりリーグ戦に出るっていう機会はあまりないと思うんですけど、まず僕たちができることは応援だと思うので、応援で先輩方を盛り上げていきたいなと思います。ありがとうございます。自粛期間はどのように過ごしてましたか？自粛期間は週1回トレーナーで勉強会を開いて、怪我だったりトレーニングの勉強をみんなでしてました。あと週に2回毎朝1年生とトレーニングを一緒に Zoom でやったりして、交流してました。そうですね。あとインスタグラムで育成のアカウントでトレーニング動画を作ったりだとか投稿とかも主にやってました。今後部活にどうやって取り組んでいきますか？自粛期間明けて。そうですね、今もう一回勉強し直したこととかも活かして、選手一人一人の変化に気づいて、その適切なアプローチだったらアドバイスができるようになれればいいなと思ってます。なるほど。リーグ戦の相手が決まりましたが、そうですね、今思うことは何ですか？リーグ戦まであともう少ししかないと思うので、総力戦になると思うので、怪我人はこれ以上出さないようにしっかりとケアをしながら全員で勝利を勝ち取りたいです。自粛期間中は何をしてましたか？自粛期間中は自分の練習はもちろんなんですけど、チーム全体だったりポジションだったりに発信して、いい影響を与えられるように取り組んできました。自粛期間後はどのように頑張っていきたいですか？リーグ戦目前ということもあるので、とにかくリーグ戦に勝つことだけを考えて、これまでの自主練習の水準を落とさずにチームの練習にも取り組んでいきたいと思います。リーグ戦の相手が決まりましたが、リーグ戦の意気込み教えてください。リーグ戦は、結構いい組み合わせだと思うんで、とにかくまず勝って決勝リーグ行って日本一達成したいです。